花田雅史選手です。2連勝となりました。ご自身で手応えはどうでしょうか。えっと、まあ、そんなに長く踏んでるわけじゃないんですけども、あの踏んでる感じはいいです。準決勝はラインでの決着もありましたね。そうですね。あの思い描いたような展開になってくれて、あの良かったです。2連勝というのはいかがですか。初めてなんで、あのすごい嬉しいです。 決勝メンバーですが、南関東は4人いますが、花田選手どう戦いますか。と、木田さんの後ろをしっかり固めて、あのゴールを目指したいと思ってます。では、決勝優勝に向けて、メッセージお願いします。と、明日もあの全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。